ん、こんばんは。初見ですか。ありがとうございます。では初見ハイタッチありがとうございます。やすくん、福島館では何を発見しましたかということで、すごい早速ですけれども、今日はちょっと用事がいろいろ、まあお仕事というかありまして、ちょっと出たので、でその中でまあ、美味しいものいっぱい買ったんですけど、あ、ゆうじさんこんばんは、ありがとうございます。さっき愛嬌ジャンプ聞いてましたありがとうございます。みやもさんこんばん、ゆずです、よろしくお願いします。はい、そして赤羽さん、さっきありがとうございました、よろしくお願いいたします。はいということで、まあその用事のついでというか帰りですね、帰り道に、はいまあちょっとね、日本橋、まあ、神田駅からも近いんですけど、にある私の第二の故郷なのか、とか言っちゃうのはおこがましいですが、日本橋の福島館ミレッテさんっていう、まあ、福島県のアンテナショップがすごく大きいお店があるんですよ。そこに立ち寄ってきました。エアー規制できてよかったってことで、なんかなんやかんやちょっと久しぶりになってしまったので、今年は初です、行ったのが。なので、もう私の第二の家がね、あれだったんですよどの駅にあるのですかってことで、神田駅が一番わかりやすいんじゃないですかね、もしかしたら。あれ、日本橋、え、じゃあ何だっけかな、あ、なんなって、ちょっと日本橋はちょっと違うかった気がするのですよ。すみません、日本橋かってことでです。え、入り口でもあかねさんのショールームに、え、いやいやいや、出演の、そんな、ありがとうございました。こちらのセリフで、ちっちちゃんが、そう、今日ね、最終枠として、あ、イベントに出てて、パンミミさんの食パンの、パンの専門店さんの、あれですよね、アンバサダー、そして、商品開発とかができたりとかする、すごくガチイベに参加してるんです、ちっちちゃんが、ひまわりプリンセスの。で、いつもよくしてもらってて、すごく優しくしてもらってて、まあ、すごい私も全力で応援したいなってずっと思っているので、さっきの配信で、9時からって言って、ましたっけ。だからちょっとかぶらないようにと思ったんですけど、かぶっちゃったらすいません。はい、ありがとうございます。いつももじゃたんさん、あー、こんばんは、どうもね、ありがとうございます、お願いします。はちみつ兄さん的にも神田駅一番わかりやすいですかねってことでね、そう思う場合、そうだと思うんですよ、私も第二の家ですか。そうそう、だからあのホームシックなんですよ、私本当に辛いくて。なので、もう福島館に住めばね、寝泊まりすれば不審者みたいなしたいですけど、相変わらずお綺麗なエスさんも発見、もじゃたんさん本当いつもありがとうございます嬉しいです、陰ながら応援しますってことで、ね、いや、そんなありがとうございますね、白王様。本当に私も楽しみにいつもちっちちゃんの配信を応援してしたいなって思ってて、何もできないんですけど勝手に見てます。アバンヤのカチタンさん、こんばんは、聞いてくれてありがとうございます今日勝負ですもんね、頑張りましょう。ダバイってどういう意味ですかってことで、ダバイはうんとか言って、うん、ダバイはそうだよねみたいな、そういう意味です。まあ確認するときとか、なんだろう、いろんなときに使うんですけど、福岡のバイとはまたちょっと違うような気するんですよ。なんかなんとかダバイって、こうなんていうか、こう疑問の語尾につけたりとかするので、むせましたけども、ダバイみたいな、ダバイ単体でも噛むな、使いますね、ダバイみたいな、でしょみたいな、そういう感じで使います。まあ便利な福島弁ということで。そしてですね、なおちさんこんばんやす、ありがとうございます、お願いします。自分も微力ですが応援させてもらってます。いや、もうね、皆さんは本当にね、たくさん大きな力になってます。本当に、はちみつ兄さんも大きな力になってると思いますよ。ちっちちゃんのお部屋でさ、ね、毎回ね、毎回いるなと思って見てますもん。トトロさん、うわ、こんばんは、久しぶり、久しぶりじゃない？違いますかね？違うか、初見って書いてあるから。トトロさん、すみません。こんばんは、福島県いわき市からですってことで、それこそ福島ですね、本当に。ぜひともよろしくお願いします。嬉しいです。
あ、セッキーさんこんばんは。セッキーさん、福袋届きましたか？ありがとうございます。カンチタンさん、21時20分からです。ユッシも来てください。アカネちゃん、顔真っ赤になって喜びますからってことで、そっか、20分だった。すいません。間違ったこと言いそうになったんですけど、21時20分からだそうなので、皆さん、今日の21時59分までの戦いなので、全力で投げましょうね。遠慮なしに投げましょうね。遠慮なしに、言ってる意味わかりますよね。遠慮なしに投げましょう。もう投げられるもの全部投げましょう。やば、自分は SKE48 ファンでもあるんです。あ、なるほど、そうなんですね。今日あれ聞いてましたよ、私。君ってそういうとこあるよねって、あの曲一番 SKE さんの中で私好きなんですよ。あんなかっこいい曲を、いや、あれ難しいんですよね。だからカラオケで歌えないから、まだいつか歌えるようになりたいなっていうふうに思ってます。早くてね歌えないんです。でも一番好きな曲ですね。須田様がセンターの曲ですよね。福袋届いたよってことでね、セッキーさん、届いたと思ったんですよ。すごいいい感じに詰め込んだんでね。このあと行くしかってことで、そうです、そうです。だからね、こうつないで私、ちょっともう私のルームに来てくださっている今いらっしゃる方もみんな全力でね行きましょう。はちみちんさん、いつもいつも来ていただいてありがとうございますということでね。私が行くといつもはちみち兄さんが先にいるんですよ。お、いるねって言って。ツイッターフォローさせていただいていました。ありがとうございます。はぁ、ありがとうございます。はぁです。福島仲間ということで。ね。でもさ、でもツイッターで見た気するけど、勘違いだったらすみません。本当に。ね、あ、こみさん、こんばんは。元気ですか？よろしくお願いします。カチタンさん、魅力的で噛んじゃったの、ダメなの、今日もか、365日噛みますけど今日も噛んですいません。で、応援させてもらってますってことで、もっとね全力で応援しましょうね。あ、姫さん、こんばんは。姫様、こんばんは。寒いですよね今日。よろしくお願いします。またまたありがとうございます。こうしてその魅力でも大きい力になるんです、感謝ですってことで、本当にね、そうなのでね、すごい、みんなでね、全力でね、21時20分かは押し寄せましょう。で、投げまくりましょう。明日、あ、昨日だか、チッチさんのところでユッシさん見ましたね。あ、本当ですか？あ、見られました。なんか私いつもはちみつ兄さんのアバターを見た時に、私自分かなと思って、あ、自分じゃなかったと思うパターン多くて、実は。そうなんですよね。姫たん、こんばんは。あ、皆さん挨拶素晴らしい。皆さんね、仲良しが一番です、本当に。いや、素敵な関係性だなって思って勝手ながら見てます。ちなみに21時59分までですってことでね。そうだね、いつも思うんですけど、21時59分59分までってことでいいんですよね。なんかイベントを勝手にね、人のイベント、ちょっといろんなとこ見て、なんか何時までって書いてあるの見て、いつも59秒まででいいんだよなと思って。だってその1分間の中でまた何か勝負がさ決まるとかなったらどうしようと思って、勝手にハラハラしちゃうんです。ハラかける線って感じです。ハラ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 って感じです。あ、ゆか電鉄さん、こんばんは。ありがとうございます。お願いします。イエーイ。あ、錬金術師ミルさん、だるまさんもらっちゃった、すいません、ありがとうございます。嬉しいです。ハガレンがお好きなんですか？ユスもハガレン好きですって話前もしなかった、したか、したような、してないか。ね、トトロさん、いいねってことで、いいね、いいね、ありがとうございます。うまい、うまい。うまいこと言いたいですけども。あ、そう、それで、今日そう帰り道にミレッテさん寄ったと言ったんですけど、帰り道でもないけど、そうそう、でもそれはね、遠回りしてでも行きたくなるわけです。ですね、買ったのが、おお、すごい重いですよ。
二重にしてもらいましたもん、この袋。ちょっとこれ、ね、重たいぐらいすごいたくさん、これでも結構な重量本当にあるんですよ。危な危な危な、落とすところだった。よいしょ。紙袋に。いやー、思いました。21時59、59秒までですね、イベント自体のカウントってことで。あ、さようですか。じゃあもうそれはね、最後の1秒までね、文字通り戦わんなんないってことですもんね。59分が満了するところまでがイベント中でしょってことで、コミさんさすが。だんね、確かにね。かりんとう売ってましたってことで、え、売ってなかったんです。そう、売ってなくて、そのコナンの、福島県のコナン町の、ちょっと本当にね、くまなく探したんです、店内を。てか店内にいる時間がなんか、まあ大体ミネテさんに入って、いらっしゃいませっつって入ってったら、まあみんな大体平均10分15分とかで出てくるというか、お目当てのもの買って出てくるんですけど、私はね迷いすぎちゃって結構30分ぐらい滞在してるんですよ、店内に。ちょっとやばいですよね。でも今日はさすがに、そうですね、まあこの時期っていうのもあるので、大体買いたいものをこう頭に入れてから行ったんですけど、ただ行っても、行って初めて出会うフェアとかあるので、そこでやばいなと思っても、カゴになんか入れまくってしまいました。たくさん買いましたねってことで、そうなんですよ、昨日自分もかりんとう探しましたねってことで、ない場合なかったでしょ、ないんですよ。だからやばい、声が出なくてすいません。で、ちょっとほんとみんなに見てほしいものたくさんあるんですけど、さっきいわき市のトトロさんもいらっしゃったので、その中でちょっと紹介したいもの、じゃあ最初の1個目ありますけども、こちらです。じゃじゃん、焼きメヒカリかまぼこ。メヒカリといえばいわき、いわき市浜通りなんですけども、入江島さんのショールームってことで、白鸚さんもうね盛り上がっていきましょうね、本当に今日ねぶつけまくりましょう、いっぱい。やっぱ福島行かないとダメなんですかねってことで、なんかねそんな気がしますね。商店街のお店ね、ママドール売ってたってことで、売ってましたよ。もう絶対ある、なかったですねってことで、なかったですよね。あ、エルちゃんただいま、おかえりなさい、ありがとうございます。でもこれ私初めて食べるなと思って、三代目小松屋さん、危ない、新鮮なメヒカリを皮ごと使用し厳選したたら口に練り込みました。魚肉にはメヒカリを 10% 使用しておりますとありまして、いわきの名産。ちょっと開けてみようかなと。いや、ちょっと待って、シルエット的にかなり可愛い展開になりそう。ほんとすいません。むせる。いわき、メヒカリなんて初めて知りました。ね、メヒカリって皆さんご存知ですか？こういう、ほんとこのね、お魚、これ似てるんですけど、まあ、いわきで取れるんですけど、目が、もう、目力が半端ないんです。魚界の中で一番目力あるんですよ、絶対。で、目がキラキラしてて可愛い、だから目が光ってるからメヒカリっていう名前なんですね。まあ、福島県のヨークベニマルとかに売ってます。入江島さんのショールームでお見かけしたとき、どこかのアイドルグループのメンバーかと思いましたってことで、そんな嬉しいです。そんななんか言ってもらえるなんて。ね、そういうめちゃくちゃ嬉しい。アイドルグループ憧れるもん、だって。すごい。可愛いパッケージ。可愛いわい。そうなんですよ。メヒカリのかまぼこ食べたことないです。ないですか、みやぼうさんも。さて、名前は知ってるけど食べたことないなってことで、なんかね、ふわふわしてますよ。ほんと唐揚げおすすめしたいです。へえ、目がキラキラだから。そうなんです。あ、村さん、こんばんは。よろしくお願いします。How are you? ちょっと待ってくださいね。今、慎重に書きました。あ、うそ。あ、中にちゃんとこう、ラッピングつやー、かわいい。ちょっと、このまま泳いできたんじゃないかみたいな。
いや、東京の日本橋まで来ましたって感じで、超かわいいパッケージでした。え、めっちゃお腹鳴った。うわー、これ焼きかまぼこメヒカリ 10% 使用。そう、目がキラキラ。メヒカリは唐揚げ食べたことないな。え、逆に待って、ゆず唐揚げでしか食べたことないかもしんないです。すいません、テンション上がった。上がりますよ、こんな可愛い顔してやってきたら。あ、たいちゃんさん可愛いっす、ありがとうございます。形もメヒカリ可愛いですね。やばい、可愛いんです。お腹鳴ったの聞こえました。やばい、耳いいですね。いただ、あ、で、かわいい匂いを、これちょっと鼻につけちゃうとちょっとね、あのね、あれがしちゃうんでね、ちょっと。でも待って待って、焼きかまぼこの匂い、いや、しんすけ、メヒカリの匂い、あー、メヒカリの匂いなのかな、これ。香ばしい匂いするな。なんか美味しそう。いただきまーす。よいしょ、いただきまーす。これは美味しそう。あ、ごめんね。いや、めっちゃ香ばしい、美味しい。メヒカリの味、あれ、でもメヒカリの味なのかな、これが。待って、メヒカリの、メヒカリって淡白な味なんですよ、結構。何の味に近いって言ったらいいんだろうな。遠くにメヒカリかな、なんか。でもとにかくね、甘い、甘くて香ばしい。香ばしさ焼いてるからだね。甘いよ、甘い。これ仙台の笹かまともまた違うね。そりゃそうか、ここは福島県。笹かまは本当に我々の生活の中で結構やっぱ身近な存在なんだよね。これ美味しいな。うん、待って、メヒカリ見つけたかもしれない。メヒカリこれだわ。この点、この点をメヒカリ。おいしい、おいしいな。あ、でもメヒカリが微妙になんか見える気するけど、色的にね。まあ私レベルになるとこう、メヒカリもわかる。うん、この辺にいるねっつって。メヒカリめっちゃ美味しいんだよな。なんか本当にね、あれ不思議ですよ、絶対食べてほしいんですけど、あのこういうね、もちろん加工食品なんかね、こうふわっとした甘みとか感じるなと思うんですけど、あとなんか新鮮なね、このね、磯の香りももちろんそうなんですけど、唐揚げは食感がさ、本当にわーわーみたいな、なんだなんだみたいな、空気感がやばい。空気感っていうか、空気感というか、めちゃくちゃ柔らかくなるんですよ、ふわふわだから。でもあれ食べてみないとわかんないと思うな。唐揚げで絶対食べてみてほしいなって、私は一押しをします。いわきのロケに行った時にもやっぱりメヒカリの唐揚げってかなり定番で、そうそうあるんですよね。で結構淡白だから、本当にあっさりめなので、メヒカリ自体は。なので結構唐揚げの衣に味をつけてるパターンが多いです、本当に。でふわふわみたいな、なんだなんだみたいなぐらいふわふわしてるんですよ。そう、俺だけかな、みんな聞こえたはず。いや、わかんない、妖精にだけ聞こえるんですよ、私のお腹の音は。ゆずさんの行った報告の後に行けばよかったな。んー、でもね、6時までなんですよ実は。だから投稿した頃には終わってたかも。まゆもさん遊びに来たよ、来てくれてありがとうございます、お願いします。こんばんは。そしてエルちゃん50ありがとうございます。見てたらお腹すいちゃ減っちゃったってことで、
ね、だから明日見に行ってください。甘いんだってことで、甘みがある本当に。なのであのでもメヒカリちっちゃいんですよね、そもそもが。これぐらいなんですよ。これぐらいかな、いやこれぐらいかな、まあなんか大人こんぐらい、子供こんぐらいかな。なの で目がね緑色なんですよ。ちょっと見てほしい。メヒカリ 10% だからマジ感じないかな。まあメヒカリ10、もうちょっとね 80% とかだったらメヒカリの圧を感じるかもしれないです。もうちょっともぐもぐね。宮城の笹かまも美味しいですよね。美味しいです、本当に美味しくて、うちの親戚もみんなあの大好きで送ってくれたりします。ふわっとしてるんですよねってことで、そうあれは食べてみないとわからない本当に。お正月のかまぼこはタイ入りで高くなるけど違いあまりわかりません。え、そうなんですか、わかんない。タイは多分、タイもあっさりかね、確かに、うーんみたいな、遠くに感じるみたいな。私は妖精ではないです。で、知ってますね、知ってますね。今度買い、知ってますねって受ける。確かに。今度買いに行く。ね、買いに行ってみてください。158円で買えます、これ。美味しい。うん。頑張りすぎたぞ。このメヒカリはエビとカニを食べてるらしい。本当？だから甘いのかなふと思った。知ってますね、めっちゃ笑った。妖精じゃないことだけは一応知ってましたね、ヤスくんが。顎についてます。え、違います。これごめんなさい。君、ごめんなさい。ここで、ね、ちょっとね、今治療中なんです。荒れてます、荒れ狂ってます、私顎。ごめんなさい。だからね大丈夫なんですけども、そんな感じで、まあ、これの紹介と、まあ、あと買って応援キャンペーンもなんかこれ応募できますよってそういえば言われた気するな。本当に本当ですか、神様。え、絶対違うよね。なんかあなた応募できますよって言われたけど、だってこれ県内の5店舗以上のレシート集めて応募するって書いてあるから、あそこ県内じゃないもんな。でも言われたんね、ちょっとこれ応募できますよって、西田敏行さん。あれ、福島空港利用しよう、ツーリスト旅行券10万円。え、そんなにくれるんですか。普通にびっくりしてた。え、どういうことだろうな。ナスビさん、本当いつか共演させていただきたい皆様か。福島県上空ヘリコプターの旅。こんなのあるんですか。特賞がヘリコプターの旅だって。ヘリコプター乗ったことない。一等がツーリスト旅行券10万円分プラスギフトカード2万円。すごで、一等が、あ、もう一個あんのか、福島応援選べる e ギフト10万円分。ちょっとなんか太っ腹すぎませんかね。すごい、お大事にです。あ、サイサイさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんです、よろしくお願いします。ナスビさんにアピールしないと。いやあ、なビッグネーム、福島県の誇りねえ、そんなアピールくのかしますか。そして2等が日本酒王国福島県酒造協同組合セレクト大吟醸12本セット。いやすごくないですか、これ。こん中から選ばれてやってくると、かしこまりました。で、また2等、もう1個が楽しみ尽くせる
福島応援宿泊券3万円分、ギフトカード2万円分、浜通り中通り会津満喫ペアチケット2万円。すごいね。嘘でしょ、こんな、こんなにコースが選べる、すごい。これ楽しい。浜通りコースはね、相馬でね、いちご積んで、ですごい、伝承館行って、ホルル行って、デイクルーズ、アクアマリン福島、中通りが土湯温泉、スカイピア、アダタラ、アクティブパーク、アプクマ堂、岩瀬牧場、エンゼルフォレスト、ナス白川、おーおーおー。で、アイズコースが、ラビスパ裏番台、懐かしい、行きたい、久しく行ってないです。で、喜多方の、ラーメン、そして、アイズ武器屋敷、大好き、渋川豚屋、アイズの、郷土料理のフルコース、最高じゃん。王子塾、うわー、どれも好き。どうしよっかな、どこに行こっかな。当たったと仮定してるんですけど、今。でも私、中通り出身なので、中通りは、まあ、だいぶ行ってるからな。でも別に、会津も別に浜通りも行くか。どうですかね。でも、この冬だったら、時期だったら冬なんで、会津行きたいです。雪の中、会津行くのが、極みなんです。寒すぎて、やばい、みたいな。豪華ですね。その、紙うちにもあります。あ、本当ですか。私ってこれ応募できるのかな。封筒タイプもありました。さすがリアルタイムで地元にいる方はね、わかるね。で、3等が福島県産品だから、すごいすごい。2万人も当たりますよ。なんか選べる、まあなんか水炊きセット、会津の地鶏の、あとコシヒカリとか、が羊羹ファンタジアのこれ食べてみたいんですよ。これ羊羹なんですけど、切るとね、鳥が飛び立っていくみたいな、そういうストーリー性のあるもの。うわ、うねめ牛の桃ロースビーフも食べたいな。英語ですよ、英語。英語のね、あんこう鍋だって。あんこう鍋食べたことない。川又専務の鍋セット、やばいですね。馬刺し、会津の馬刺しも大好きなんですけど。食べたい。会津さんのコシヒカリと。やっちゃったな、これ。かまぼこのセットもあったよ、ここ。同じ。このさっき食べた。あ、かしこまりました。すごい、カレーセット。知ってる会津のカレーでしょ、これ。日の江又そば、なるほど。加納屋の豆腐セット、只見の生ラーメン、只見大好き。霊山漬けもある。いつもお世話になっている。はあ、これはちょっとなんかやっちゃいましたね。あ、これ知ってます。僕のための君のためのマヨネーズって知ってます、これ。チラシをただ見る女、これ食べてみたいんですよ。マヨネーズ嫌いの卵屋が作るマヨネーズらしいですよ。あと、塗るだけチーズクリームとか、あ、伊達のあんぽがきも大好き。へえ。あ、グラノーラね。グラノーラの方にもね、お世話になってます。本当に。地ビールセットと、いちご酒、梅酒、飲み比べ、シチューカップ、会津塗り。はあ、あ、これ知ってます、これ。この、会津木綿のくまたん。くま。これね、モダンな感じでおしゃれでね、ちょっと流行って、バズってます。結構品切れ多いです。あ、みつひろさん、こんばんゆす、ありがとうございます。よろしくお願いします。星投げゆすさん、しました。ありがとうございます。身に余る幸せ。あ、さつこさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。お願いします。あとこれ知ってます、これ。この起き上がりこぼしって福島県の、まあ、うちらの守り神なんですけど、あの倒れても起き上がるよってやつね。ね、これの今こういうなんていうんですか、模様が流行ってるんですよ。これさ、どれがいいですか。どれがいいですかとか言って、私欲しかったのが、最初これ欲しかったんですけど、今これ見たらこれ欲しいかも。あ、これも欲しいかも。へえ、パンダもいるし、富士山もいる。
これちょっと今流行ってんですよ。私一時ムンこれのムンクの叫びのムンクバージョン持ってたんですけど、あ今持ってるんですけど、なんか最近ね違うんです。なんか起き上がりこぼしって福島のそのお土産ショップとかで、まあ結構本当にお手軽価格200円ぐらいで買えちゃうんですけど、だからお土産に持ってこいなんですよ。なんですけど、このねアイゼの起き上がりこぼしが、めごいこぼしになりました。めごいとは東北地方の方言で可愛い愛しいという意味を表しますってことで、そういうね、うん、確かにめごいとかめんこいってね言うと思うんですけど、めっちゃこれおしゃれなんですよ。こういうのさ飾ってる人おしゃれだなって思うじゃないですか。そういうことです。いろいろあるんですね。でしょうでしょうとか言ってだばい。福島県は雪が降ったのかにってことで、絶対降ってると思います。サイサイさん、あの絶対降ってると思いますペンギンが欲しいです。あ本当だ、ペンギンもいるんだ、かわいい。パンダもいて、羊もいて、猫もいる。この猫勇ましくてイケメンだな。おまかせ5個ってコンプ目指しちゃうやつええ、あひ、あ本当だ、3次アイテムから5個をおまかせで選び発送するとのことです。かしこまりました。そうですか、5個か、誰が選ぶんだろう。私もいつか福島を代表する偉人となり、ここのね表紙を飾りたいぐらいですねふわっつって、うん、すごい。これちょっと応募しよっかな。ヘリコプターの旅行きたいな。これ福島県の上を歩く、歩くじゃない、飛ぶやつ。やすくん50カウント完了です。やすくんありがとうございます。本当に、去年郡山入った途端雪降ったからなってことで、去年その渡辺有沙ちゃんと一緒に郡山でオフ会をやったんですけど、あのその時にそれね、あの郡山に着いた瞬間にも雪が降ってくるったっていう、ちょっとなんかなんというかそういうね事例があったんですよ。私なんか都会者なので、有沙さんは有沙様は都会の方なので、なんかえちょっと山しかないみたいな、そこで生まれた名言が、まあ一緒に展望台みたいなの上がったんですね、あのモルティの上の。したらなんか私的には郡山ってやっぱり一番大都会なので、すごいそこからの見晴らしはねすごいものがあるんですけど、あでもねみたいな右側は山なんだみたいな、山しか見えない場合みたいな、右側は山なんだよねみたいなって言ったら、いやいやいや左も全部山だよって言われて、あれはちょっと面白かったです。別に右も左もどっちも山だよみたいなそっかって言いました。すごい、どのぐらい福島帰ってないんですかってことで、あの、ラブ福島のリリースの時に一回、あそれリリーベとかじゃなくて撮影で帰ったんですけど、でもそれもねトンボ帰り呼ぶトンボ帰りだったので、そう全然そのでもその時も実家にも帰ってないですね。喜多方で撮影だったんですけど、喜多方って結構その会津寄りというかこの辺りあってこの辺りなので、そうなんですよ、全然こう帰れなくて、だからうん、その時に喜多方ラーメン食べたのがいい思い出かなって感じです。いつの日にかゆっさんも、そうですね、こんだけ福島推しの曲も歌ってるのでそうですね頑張りたいなと思います。フェスに出たいですね。やっぱカセットロックに出たいっていう夢がずっとあるので、カセットロック出れたらすごいですけど、あガツキーさん50お抽選ありがとうございます。嬉しいです。ヘリコプターとか怖くて乗れないってことで、めっちゃ可愛いですね。あのあもしかして高いところちょっとあ怖いなっていうね、もしかしてさそういうあれね、あれかもしんないですけど、そしたらですね高いとこ私平気なんでね、アテンドします無理やり乗せるスタイルで意地悪ですね。早く福島県に行きたいですってことで、水広さん、そうですね、やっぱ水広さんはやっぱ白虎隊の格好して絶対行った方がいいですよ、本当にね、そう思うわ。安くん持ってますねってことでね、
そう持ってますよね、これ本当に。雪の話だ場合、氷山入るまで快晴だった、そう氷山に入るまで快晴だったの、氷山に入った瞬間になんかめっちゃ雪降ってきて、すごい。アリ姉さんさすがですねってことでね。アリ姉結構ズバズバ言うんで、なんかあと郡山の一番駅前歩いてて、まあまあ福島県ってやはりそのまあやはりそんなに人口が多いわけではないんですけど、その時になんかあれ今日ってなんかどこかでお祭りやってるみたいに言われて、いや何もお祭りやってないねって言ったら、なんか人とあんますれ違わないからさみたいななんかみんなお祭りに行っちゃったのかと思ったわって言って、それを素で疑問に思ってて、いや全然いつも通りの、それコロナとかの前だったので全然本当にいつもの郡山駅前だよって言って、面白かったです。大都会郡山なのに、そう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 、こうめちゃいやーと思って、私的にはね都会、確かに山だけど、そう確かに山ですけど今年はもう福島出身激アイドルユスさんが全国区になるのは確実。いや頑張りますね、本当にそれは頑張らんなんないといけないんで。あ、サリションさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんユス、よろしくお願いします。可愛いし歌唱力も素晴らしいしキャラもいいので売れちゃってください。頑張りますね本当にちょっとまた二畳半レコードとか地元の音楽番組出れるように頑張りたいと思います。地元のマリンタワーとか揺れるから怖い。揺れるってどういうことですか。なんだろうね、それ自分が揺れてるんじゃない自分がこうやって揺れてんのかもしれないですよ。あんな揺れたらめっちゃ、だってめっちゃ怖いじゃないですかねえ。だってあ、しげさん入り打ち島あかねガチイベ中ってことで、そうですね、この後楽しみましょう、全力応援しましょうということで、しげさんこんばんは、ありがとうございます。私のルームにまでわざわざ来てくださってありがとうございます、よろしくお願いいたします。おつしげたん、おーしげたんおつってことで、そうそう田舎って人とすれ違わないんだよね、みんな車乗ってるから。あ、そういうことなんだ。あ、そっか、確かにみんな車乗ってるんですよ、確かに。あー、こみさんありがとうございます。車は多い。ダンゴラムさん、ユスさん、皆様こんばんはってことで、こんばんユス、はい、寒い中お元気ですか、ありがとうございます、お願いします。テレ屋さんだからみんなはぐれちゃったのかなってことで、そうですね、福島県民ってあのシャイな人ランキング、シャイな人多いランキングで絶対にトップ3に入るんですよ。なので自分も県外に出て知りましたけど、なんか結構そうですね、シャイな人多いなって思いますね、なんかちょっぴりどころかだいぶシャイみたいな感じです。私の中で福島といえばユスさんしかいません。ヤス君嬉しい一言ありがとうございます、さすがです見せてのレシートも対象って書いてありました。あ、じゃあこう応募できるんだ、すごい。私ポイントカードももう結構溜まってるんで、いい感じに、じゃあ買い物、いくら買えばいいんだろう、これいくら課金すればいいんですか、いくら課金すればいいのでしょうか、わかんないぞ、後でちゃんと読みますね。おっとっとっと、自分が揺れてるって、いやなんかこうやってねビート刻んじゃってみたいな、そんなわけないか、すいません本当。風が強いと横揺れを感じます。でもさ、それすごいさと思うんですよ、私のような結構鈍感なので結構その風とか気づかないんですけど、なんかやっぱすごいと思う、それはあ、団子さんおつですってことで、おつですよね、おつですね。あ、すごい、はちみつにいつもありがとうございます。あ、宮本さんいつもありがとうございます。姫さんこんばんはと、すごい、団子さんおつです、団子ラムさんわざわざありがとうございます、勝さんこんばんは、団子ラムさんこんばんは、みんなこんばんは、じゅんじゅんさんこんばんは、こんばんは。今日は本当にめっちゃね大事なイベントの最終日なのでね、頑張りましょうね、じゅんじゅんさんありがとうございます。ハコンさんいつもありがとうございます、すごい、課金って表現がオタですやんいやもうとりあえずオタ活ね、好きなものと好きな人に対してはもうあのそこはね頑張らないといけないところじゃないですか。頑張りますよ、推しと、あと
あ、地元のためにポイント貯めてるんですねってことで、ポイントカードがあるので、あれは1000円お買いごとに1ポイント押されるんですよ。なので、私こんぐらい貯まりました。今はちっち組が続々と、本当にありがたいことですよね。ちょっとこのあと21時20分から全力でいきましょう、みんなで。本当にどんなことがあってもちっちちゃんの笑顔のために、いやもう行きますよここはね。あ、本当にね、いつもね、あんなにね可愛くて、そしてなんかみんなのことを、ファンの皆さんのことを一番に思いながら、ああやって企画とか考えてて、なんか尊敬です。本当に素晴らしいなと思ってます。ユス女子や、あーユス女子や、ユス女子や、そんな松島見たくない、クエンさんありがとうございます。松島大好きです。松島、宮城県の、ありがとうございます。場所って呼びますね今度から。自分全然止めてない。はちみつ兄さんもったいないですよ。それは本当にカードくださいって言った方がいいですよ。ユス隊長頼りにしてます。すいません、頼りなさすぎる場合、普通に私何もできないのに。21時20分からになったよってことで、お姫さんさん本当にお知らせありがとうございます。21時20分ですね。21時20分からね。だって残り40分だ、場合したらもう全てそこにラストスパート、我々の全てをかけんて戦わんなんないから、頑張りますよ本当にね。ちょっと私も気合を今貯めてますこうやって。でもその後ね、その選考、最終選考があると伺ってるので、でもまあ絶対に大丈夫だと。だってあれだけ、あんなにパンを好きな子はもう出会ったことないので、絶対にまあそこはね、彼女なら絶対大丈夫だと信じて、まあもう分かってるんですけど、楽しみです。だからひまわりプリンセス入内島あかねルームより、落語カフェ、嬉しい。落語カフェオレ、ジュンジュさんありがとうございます。ちょっと落語カフェオレ、今日落語カフェオレにも課金してきたんですけど、これですね、落語カフェオレ。これは福島県民の、血液は全部落語カフェオレです。ありがとうございます。でも5店舗以上のレシート集めてって書いてあるから、あと4店舗分のレシート送りますか。え、そうなんですか。それは結構難しくないですか。私今福島県に帰れなくて困ってる人間なのに。うっそ。え、じゃあ見てってだけでさ、どんなに課金してもダメってことか。ちょっと後でちょっと読むか。ミスった。皆さん捨て星の時間なので集合なのですねってことで、あ、そっか、逆算ね。あ、カズタンさん、私に花束くださってありがとうございます。そんな私にまで花をくれるなんてありがとうございます。ユスさんと一緒にいる父が幸すぎてありがたいことですってことで、いやそれはもう私なんですよ本当に。それはもう私が幸オブ幸なので、その本当にね、もうなんか隣にいてくれてありがとうございますってもうお礼をねこうしまくりたいです。すいませんです本当にってことで、了解しました、星集めますねってことで、ちょっと赤羽さんも絶対ですよ。赤羽さんも本当にちょっと本当に本当にもう界隈に頼みますよ。もう界隈全員連れてきてください。赤羽さん赤羽さんありがとうございます。もうね、アンビス軍団連れてきてくださいいやワントゥーワンゼよ。課金しました。ベコの父のヨーグルト飲みました。確かに肺活量鍛えられますよね。タイチュンさん、そうなんですよ。それ今日売り切れだったんですけど、アイスのね、ヨーグルトね、めっちゃ肺活量鍛えられるんですよ。だから私歌が歌えるんじゃないかと思うぐらいに濃厚すぎて吸い込めないんですよ。福島のメーカーの CM がいつ来ても大丈夫ですな。そのコーヒー美味しそうってことで。そう、これが全てです。全てですっていうか、今度日本橋の福島館行こうと思うんですけど、何かおすすめの食べ物ありますかってことで、いやもうね、私が毎回絶対買うのは、まずいつもお世話になってる芋栗佐太郎さんと、あと鹿島屋さんのお菓子餅ずりとデモとあとは会津中央乳業さんのさっき言ったヨーグルト、いちごですね、いちご味のヨーグルトと、このラクオカフェオレ、最近ラクオカフェオレの紅茶味も出ました。それも、その4点セットは絶対にまず買うし、
ね、今後ちょっとツイート、いつもやってるんですけど、福島のミネッツさんに行くか、もしくは福島に帰った時に福島のものをね、ツイートするのしてるので、いつもそれ本当におすすめのものいっぱいアップしていくので、これ以外にも今度言いますね。本当にまた本場の喜多方ラーメン食べたいなってことで、ね、めっちゃ美味しいから喜多方ラーメン食べたいですね。赤羽さんありがとうございますってことで、本当にもう隣確定なんだ。いや、そんな、なんか私めっちゃあれだね、あれですよね、そんな、なんかなんというか、すいません、おこがましいんですけど、なんかもう、そばにというか、そばにいてくださって、だって、いわば身内みたい、身内というか、なんか身内というか、ね、同じ仲間弟子じゃないですか。まず仲間になってくれてありがとうございますからの 友達になってくれてありがとうございますですね、本当に。ねえ、恥ずかしくなってきちゃいましたね。課金とか界隈とかもろうた。いやもう、いや本当に ただのシャイな男が通ります。すいません。よしさんの、監視が入りますねってことで、監視しますね、じゃあ。いや、ほんとすいませんって感じで。もう親善大使になれそう。あ、福島県のですか？それがずっと夢なんですけど、そこはかなりのハードルが高いので、一生懸命頑張らないと。福島の、観光交流あったか親善大使っていうのがあってですね、それになりたいんです。でもかなり有名人にならないとダメです。 レモンは超おすすめですね。美味しいってことで。そうそう、レモンと書いてレモですからね、皆さん。レモンと書いてレモですから。そうそう、そのコメントのね。で、もう、本当に、いろいろ喋って申し訳ないんですけど、かしわやという福島県のすごく大きな、メーカーがたくさん揃っている、薄皮まんじゅうとかで有名なお菓子屋さんの中のレモンめっちゃ美味しいんですよ。チーズケーキみたいな感じで、これぐらいのタルトになってるんですけど、それ、元から好きなんですけど、それの今 CM に自分の推しメンの5歳児、あ、4歳児かの推しメンがいるんですけど、メアリーちゃんっていう子がいて、そのメアリーちゃんが CM に起用されてて、それでますます私のレモンに対する思いがすごく上がってったんですよ。テアトルアカデミーに所属してるんですけど、メアリーちゃんめっちゃ可愛いんですよ。で、そのレモンを使ったアレンジレシピを募集するっていうのが去年あって、去年の秋ぐらいに。で、それで私、応募したんですけど、採用されなかったです。ダメでした。リリーベの時の、お菓子のお裾分け嬉しすぎましたってことで、ありましたね。9月18日にやらせてもらったんですけど、あれめっちゃ美味しかったですね。なんでちっちんのこと話しながら照れてるのよってことで、いや、照れるで、照れるとか言って、照れますね。そうですよね。本当に、素晴らしい方だなと思ってるので。 ね、本当に、まあ、まず、なんと言ったらいいか、動揺し始めましたけど、ね、いや、本当に、推してるので、推しますね。ちなみに、福島の有名人ってことで、福島の、まずでも一番、抑えていただきたい。本当にまずここの西田敏行さんとね。そして、武田さんもすごく好きです。はい、可愛いので、もうね、リスペクトしております。あと、そうですね、いっぱい福島、あ、でもなすびさん、そう、なすびさんもね、福島の番組にたくさん出ていただいてる。あと、タンポポの白鳥さんもいらっしゃいますね。で、あとね、伊藤美咲さんもそうですね、福島。あと、宝塚の白鳥さんとか、あと、本当にでもたくさん、サイサイのスーさん、サイサイのスーさんとか言って、もうね、たくさんいますよ。グリーンはさんはちょっと福島の出身じゃなくても、でも、奥羽大学で、福島県にいっぱいあれなんで、あと音速ラインさんもいつもお世話になってます。はい、ありがとうございますって感じで、音速ラインさんはすごいめちゃくちゃよくしてくださるんですよ、本当に。なのでね、あとね、福島県の、あ、でも福島県っていうか、
でも福島県の私、暴れる君、すごい暴れる君なんですよ、本当に。暴れる君は本当に福島県のこと大好きで、まあ、たくさん PR されてるので、なんか福島愛が強いから嬉しいなと思います。パンを語る時のチッチみたいになってるってことで、パンを語る時のチッチちゃんはすごいなと思ってますよ。なんかなんであんな面白いっていうか個性がね強い、すごいです。アレンジレシピありましたねってことで、西田敏行さんは意外。そう、西田敏行さん、あのなんか一回タクシーから降りてきたところを郡山駅で見ちゃって、うわーと思いました。その時に呼ばれたかと思ったしってことで、あ、サイサイさんね、サイサイさんですもんね。だってその中に福島からの名前が入りますようにってことでね、入れるように頑張りたいと思います。いや本当にありがとうございます。あ、そうだ、本当はここで今思い出したけど、あ、一曲歌うってさっきミクチャで言ったのにすっかり忘れて、もう52分になっちゃったな。しまってくださいね。あ、うわぁ、待って、みんなさん来ましたよ。あの来ましたよ、今栗里さんも。びっくりしました。来ましたよ、この福島県の有名人であり有名な芋栗佐太郎様が、福島の話をしてたら福島の芋栗佐太郎さんがいらっしゃいました。すごい、ちょっと待ってくださいね、びっくりしました。大きいの売り切れてたんで、今日芋栗佐太郎さんちっちゃいのをね2個買いました。こんばんは、福島の話を聞きつけてやってきましたね、やってきましたねとか言って、皆さん、あの今初めて、あのもし私のルームに来てくれた方いらっしゃったら、全力であの芋栗佐太郎さんを検索してツイッターをまずフォローしに行ってください。結構あの私が思ってることなんですけど、なんか企業のツイッターの方ってなんかこう情報告知とかが多いじゃないですか。でもすごい芋栗佐太郎さんのツイートは私の中であのかなり個性が光ってるランキングトップに入るので、すごいですよ、本当に面白いんですよ。なのであのみんなツイートをフォローしに行って、あと通販を全力で注文しましょう。タイミングバッチリですね、芋栗佐太郎パイセン、すごい宣伝物資ありがとうございます。いやそんな私何まれなんですけど、すごいびっくりしました。いろいろこうタイミングバッチリなね、すごいびっくりしました。美味しいのでね、本当にあの初めて食べてくださった方、私がそのあまりに圧をみんなにこうさ押し付けるぐらい押し付けてるんですけど、食べてめっちゃ美味しいってみんな感動してるんですよ。ですよね、本当に。なのでみんなね食べましょう、本当に。そう、探っています、絶対探ってください。なんか結構かなり天才だと思ってます。まずツイートがまず天才的なので、で美味しいものを作る天才っていうのはまずそもそも絶対そうなんですけども、あ、フォローしました。え、姫様ありがとうございます、本当に。だってあのももクロさんとコラボしてますからね、もう我らの芋栗佐太郎さんはももクロさんとですよ、本当にね。はちみつ兄さんすごいちゃんと好意にね出してくださって、さすがです。メモ、ああ本当に佐太郎さんついフォローしました。ダンゴラブさんもありがとうございます、すごい。芋栗佐太郎さん食べ物、あそうあのお名前ね、そうですね、美味しいのは本当です。皆さん仕事が早いですね。そういえば東京か神奈川に福島県のアンテナショップございますかなってことで、
そうそう、それがこのさっき言ったミルツさんですよね。日本橋にあるので、みんなね、行きましょう、参りましょう。ああ、びっくりした。岩国里郎さん、ね、早く福島市に行きたいですね。本当雪大変そうですけどもね、サッカー見に行きたいですね。そしてすごい、あの絶対フォローしといた方がいいと思う。楽しいから毎日ツイートがそしてあのやはりね、あわよくば皆さんに食べてほしいなと思います。フォローしました、サトロさんフォローしました。おーすごいすごいすごい、むっくりサトロさん、よかったフォローありがとうございますってことで、皆様本当にね美味しいので食べまくりましょう。また買いに行こうかなと思います、美味しいのでそして何歌おうかなと思ったんですけどね、何歌おうかな、あ、まあ、ちょっと過ぎちゃったら申し訳ないですけど、でも絶対に21時20分からはゆうじじまあかねさんのルームに全員で押しかけるので、皆さん絶対ですよ言われなくてもそうすると思うんですけど、宣伝効果パネ、いや皆さんがね神対応素晴らしいですね、本当に早く食べに行きたいな。ゆうくりさたろうさん押しかける、いや押し寄せる、押しかけますよ本当に何がいいかなって思ってたんだよな。今日聞いていた曲、押しかけるという件詳しく、あ、押しかけるのはあの今日パン耳というイベント、ショールームのイベントに出場されております、入り口ジム赤根さんが今日最後の枠なんですよね。なので何か協力した方がいいイベント、絶対に協力した方がいいイベントです真顔で言いますけど、絶対にあのそのイベントでの今日の最終枠がこの後21時20分から始まるので、絶対に投げに行きましょう真顔であの投げに行きましょう、投げに行きましょうね、小見さん絶対ですよ怖いですよね、ここまで言ったら。え、情報ありがとうございます。リミナ名産たくさんゆすなってことで、たくさんですよ本当に。いつの日か芋栗里郎さんとのコラボ配信をそうしたいんですよ。芋栗里郎さんって顔出しでも、顔出しできるんでしたっけできたら画面半分でやりたい、できなかったら芋栗里郎さんのこのパッケージの男性を使用して、福島でお仕事したいですねってことで、したいですね本当に。なんか春ぐらいにねなったら帰れるのかなと思うんですけども、もうなんかリモートでも何でもねやりましょう、本当にやりたいですね。もうだからそのためにもみんなじゃあ食べましょう押しかける、宣伝ありがとうございます白鸚さん。いやいやいや本当に、宣伝というかもう私は単純にあの好きだから応援したいので、でその好きなものをただ語ってしまう癖があるので、でも圧は強めでいきたいですね。分かってるだよ、あ、分かってるだよだって分かってるでしょう皆さん、やることはもう一つですからね、あの投げますよ私のアバタータップでプロフに URL 載ってるのでフォローお願いします。あ、そうですね、アバターのタップでプロフに URL 載ってるってすごいですね。じゃみんなルームをねフォローしに行きましょう。ありがとう、いやいやいや、こちらがありがとうです。 OK、 名前もう一回お願い。入内島、島はかっこいい、あの山の島に茜色の茜さんで、でもチャットさんのとこから飛べるらしい。小見さん、入内島茜です。すごい、チャットさんがちちちゃんみたいえ、さあ福島県が生んだ最上級キックアイドル、そんな、ありがとうございます、ありがとうです。名前ね、お名前はねかっこよすぎますよね、可愛くてかっこよい。さて、仲間とみんなと一緒に頑張ろうっていう思いのこもった
ちでも歌おうかな。仲間と一緒に。レパートリーが少ないので。でもマジックオブラブも楽しかったよね昨日。でも昨日歌ったからまあいっか。よし、これがなんかエンディング的な感じで。おいおいおい、検索。歌詞がいい曲を、歌詞がいい曲を歌おうと思います。あと曲調がね。続いていくストーリー。
しさの次の一歩も幸せに思えるのは夢の途中だから、みんなで過ごした日々、青空を泳ぐ風、緩やかな坂道をただ眩しすぎて、まだ続いてくストーリー、続いていくストーリーでした。この歌詞が好きなんですよね、まず。外したら終わっちゃうんだね。ということで、ちょっとオーバーしちゃったんですけど、この後皆さんは21時20分から全員総出で、総出で入り口島あかねちゃんのルームに行って、投げましょうね投げましょうねということで、そう、ちょっとすいません、私仕事ですけど、2つぐらいぶった切っちゃった、やばいね、やっちまいました。告知があるんですけど、1月30日に、トネサラちゃんとのツーマンライブ、決まりまして、すごい私なんかとでいいんですかって感じなんですけども、すごい光栄なライブなので、皆さんぜひ来てください。あとは2月の15日にラックアイドルフェスイン新宿レニーがありますので、みんな来てください。そして2月28日にキャンディーゴーゴーの磯野美希ちゃんの生誕公演にまさかの呼んでもらえて、すごいびっくり嬉しいって感じなんですけども、はい、盛り上げていきますのでよろしくお願いいたします。はい、でこの後は皆さん21時20分からエアシッチちゃんのルームで待ち合わせしましょうということで、すごい、サッタロウさんも素晴らしいって、そんな、すいません、なんかありがとうございますはい、ということで皆さん、パチパチもありがとうございます。また明日配信のスケジュールを言いますので、その時遊びに来てください。ではまたこの後お会いしましょう。ありがとうございました。マプリとコラボお願いします。いやいや、ほんとそんな、だからそれをちょっと本当身に余る幸せって感じなんですけど幸なコラボがいつか皆さんとできるように、ひまぷりさんとできるように、私も頑張らせてもらいたいなと思います、本当に。ということで、ありがとうございました。